まあ慣れが必要だなっていうところがあるんで、なんかやってない感が出ちゃって、ちょっとなんかもう一セットやりたい気分になっちゃうんですけど、そこ我慢してね、やってます。で、これはインクラインのね、これもきつかった。もうすでにやばい、すでにヤバタニエン、これは、めちゃめちゃきつかったです。もう補助がないとね、もうやる気がね。でも最近ね、パーソナルやりてえと思っちゃうもんね。なんか一人でね、なんかなんでだろう、そういう時期あるよね。なんかパーソナルつけて追い込んでもらいたいって気持ちになっちゃってるもん、今本当に。だから無理くり言ってね、ちょっとワイホのスタッフさん呼んで補助してくれって言ってね、最近補助してもらうことが多いんですけど、やっぱなんか見てもらってないとね、なんかやる気が出ない。なんなんこれ、やべえぞ。よいしょと、よいしょ。でも昨日はね、気持ちよく筋トレできました。やっぱ楽しく気持ちよく筋トレできるっていうのが一番いいですよね。それがね、一番大事でございます。聞いた。そして次はアマターセットでもね、なんか全然寝れてなくて、最近なんか緊張して、常になんか戦ってるの感じでさ、常になんか緊張してんだよね、体が。だから今日はもうぶっ倒れたように寝てて、なんかもうね、今脱力がやばい、力が入らない。で、編集もしようと思ってるんですけど、てか俺ネガティブすぎない、今日のラジオ。まあ別にネガティブじゃないんですけど、もう力が入らないっていう感じです。いろいろありましてね、いろいろてんやわんやしちゃいまして、大変でしたという自慢話でございます。なんだろうな、最近話すことねえな、もう。話すことがねえよ、もう、もはや。そんな毎日ないよね。でもまあ、これサブちゃん最近あげてないから、あれですけど、もう、春でして。暑いよね、もう夏かいって感じで。